さあ今週もまずは先週末に行われた試合から振り返りましょう。第18節アウェイ広島との一戦です。スタメンです。ツートップはクスカミと小林、左サイドバックにはパウロが入りました。現在3戦無得点と苦しい状況のフロンターレ、対するは6戦負けなしと好調のサンフレッチェ広島。お互いにポゼッションを志向するチーム同士の戦いは前半立ち上がりの2分、サンフレッチェの清水に決められいきなり先制点を許します。出花をくじかれたフロンターレ、それでも9分、井川からのスルーパスを小林がダイレクトで合わせますが、これはゴールキーパー西川に阻まれます。早いうちに同点に追いつきたいフロンターレでしたが、迎えた15分、バックパスの処理を誤り、それを佐藤久人が見逃さずにゴール。最も気をつけなければいけない男に得点を奪われ、その差を2点とされます。さらにその4分後の19分、今度はワンタッチプレーであっという間にゴール前に迫られると、石川の折り返しにまたもや佐藤久人、フロンターレ大きくリードを広げられます。開始19分で3失点、苦しい展開を強いられたフロンターレは26分、小林が競ったこぼれ球にレナト、決定的なチャンスでしたがこれは枠を捉えられません。立て続けに攻めたいところでしたが、35分、高萩から佐藤久人、フロンターレ試合のペースを握れないまま前半を3点ビハインドで折り返します。エンド変わって後半5分、中盤の底中村健吾からのボールを特別指定選手の山越が得意の左足を振り抜きますが、これは得点には至りません。それでも後半徐々にボールが回り始めたフロンターレ、サンフレッチェの固いブロックをなんとかこじ開けようとしますが、なかなかペナルティーエリアに侵入できません。続く14分、小林優からクスカミ、こぼれ球を拾った田中裕介が強烈なミドルを放ちますが、これは惜しくもゴール左へ外れます。15分、今度は田中裕介から中村健吾がゴールを狙いますが、これも枠を捉えられません。22分、中盤細かいパスでつなぎ右サイドの田中裕介、折り返しに最後は矢島が合わせますが、これもゴールならず。1点が遠い展開が続くフロンターレ、37分には小林がここから強引にミドルを放ちますが、これはキーパー正面、なかなかゴールを奪えません。その後も相手陣内に攻め込むものの、決め手を欠き、サンフレッチェの堅いディフェンスを破ることができなかったフロンターレ。終盤にはサンフレッチェに再三カウンターを食らうなど、90分を通して相手に完成度の違いを見せつけられる試合となりました。やっぱりなんだろう、シンプルさが少し欠けてるというか、一人一人が前の選手に入ったところからまた攻めが始まるっていうような、ダイレクトパスがほとんどないし、まあ、それでやっぱりあれだけの人数かかってると思うので、そんな簡単に崩れるわけじゃないし、やっぱりチャンスができてるときっていうのは、ワンタッチプレーが2本、3本続けて、まあ、サイドから行ったりとか、まあ、スルーパスが出たりとか、そういうところだと思うんですけど、まあ、そういうのをもっとこう安定してね、チームとしてできるようにならないと。やっぱり自分たちで相手の陣地に突っかかってこう取られてカウンターというのは非常に多い。もっとだからポジションを正確に取って、もっと相手が怖いような攻めをしなきゃいけないんですけど、それがやっぱりまだ数少ないし、風間さんになってこう練習してきて、本当にいいところも見えてきたところで、ちょっとだからそこの今までの良さっていうところと
鹿野さんになってから良くなってきたところっていうのと、あと自分たちが慣れてきたところっていうのはちょっとだから今ごっちゃになっちゃって、なんだろう、ちょっと綺麗にやりすぎてるかなっていうところもあるし、だとにかく連続してこう前の選手が動いてくれないと、やっぱり後ろからもなかなかボールは出しにくいし、1回出せないと動きが終わっちゃうとか、そういうこともあるので、もっともっとこうポジションをね、全員で前だけじゃなくて、本当にサイドバックを持った時にも前の選手も逆サイドの選手もしっかりもっともっとボールに絡む、次のプレーを予測して絡んでいくっていうプレーをもっと増やしていかなきゃいけないし、だからそれができた時っていうのはやっぱり相手もどうしても下がらざるを得ない、取れないから、だからやっぱ相手がずっと下がるっていうことは簡単もできないし、本当にもうちょっとしたらうまくいきそうな気もするけど、これでも4試合で0なんで、それは問題だと思う、まあ、とにかく0で終わってるっていうことを各々もっと感じて責任持ってやらないと、多分いつまでたっても多分点は取れないと思う、まあ、こういう試合を見せられてすごく多分ストレスも溜まってると思うんですけど、まあ、本当に僕たちも早くこういいサッカーというか、本当面白いサッカーを、ね、見せれるように、もうやるしかないんですけど。順位表です。第2節から首位を守り続けてきた仙台が総得点差で2位、フロンターレは10位に後退、次節はホーム大宮戦、みんなで勝ち